デトロイトピストンズでのカルデロン・ホセ・カルデロンこと、ホセ・マヌエル・カルデロン・ボラージョは、スペインの元プロバスケットボール選手。エストレマドゥーラ州、バダホス県ビジャヌエバデラ・セレーナ出身。ポジションは、ポイントガード。身長191センチメートル、体重95キログラム。スペインのジュニア代表として様々な国際大会で経験を積んだ後、1999から2000シーズンにはスペインリーグのCBセントムアリカンテでプロデビューを果たした。アリカンテでは2シーズンプレーし、2001から02シーズンにはバロンセストフェンラブラダに移籍、さらに翌シーズンにはタウセラミカに移籍する。タウセラミカでは飛躍的に出場時間が伸び、移籍1年目の2002から03シーズンには平均 17.5 得点を記録した。翌シーズンには得点こそ落とすが、その他のスタッツは軒並み上昇し、2004から05シーズンには 12.4 得点 3.0 アシスト、フィールドゴール成功率は 56.7%、スリーポイントシュート成功率は 45.5% を記録した。カルデロンの貢献でこのシーズンにチームはユーロリーグトーナメント準決勝まで進出した。新人年のカルデロンはベンチからの出場がほとんどだった。ドラフトにはエントリーしなかったが、トロントラプターズの勧誘を受けて NBA 入りを決意。ルーキーイヤーとなった2005から06シーズンは64試合に出場し、5.5 得点に 4.5 アシストの成績を残した。シーズン終了後、ラプターズは多くの海外出身選手を獲得。カルデロンとはスペイン代表のチームメイトでもあるホルヘ・ガルバホサもラプターズに入団した。2006から07シーズンはカルデロンは新たに先発 PG になった TJ フォードの控えとして申し分ない活躍をし、ラプターズの4シーズンぶりのプレーオフ出場に貢献した。カルデロン自身は 8.7 得点 5.0 アシストの成績だったが、その実力はリーグ最高の控え PG という評価を受けた。2007から08シーズンはチーム内に故障者が続出、先発 PG のフォードも戦線離脱したため、カルデロンはより多くの出場機会を得た。56試合に先発出場、11.2 得点 8.3 アシストの成績を残し、平均アシストはリーグ5位の成績だった。2008から09シーズンはフォードが移籍したことにより先発 PG に固定された。チームはプレーオフに進めなかったが自己最高の 12.8 得点 8.9 アシストの成績を残した。特に注目されたのがフリースロー成功率で154本見投げして成功が151本。失敗はシーズンを通じてわずか3本、成功率 98.1% と NBA 史上最高の驚異的な成功率を残した。2012から2013シーズンにメンフィスグリズリーズのルディゲートのトレードでメンフィスグリズリーズへ、その直後、テイショーン・プリンスとオースティン・レイとのトレードでデトロイト・ピストンズへ移籍した。2013年7月11日、ダラス・マーベリックスに移籍した。2014年6月25日、ダラスマーベリックスからサミュエル・ダレンベアらと共に、タイソン・チャンドラーとレイモンド・フェルトン、計6名が絡むトレードで、ニューヨーク・ニックスへ移籍した。2016年6月22日、デリック・ローズらが絡んだ大型トレードで、シカゴ・ブルズに、さらに、ロサンゼルス・レイカーズへと移籍オンディセンバー後、2016、He was ruled out for 2-4 weeks with A right hamstring strain。2017年2月27日にレイカーズを解雇。3月に入りアトランタホークスと契約した。2017年7月1日、クリーブランドキャバリアーズと1年契約を結んだ。スペインは近年バスケットボール選手の育成に力を入れ、パウ・ガソル、ホルヘ・ガルバホサ、フアン・カルロス・ナバーロなどの優秀な選手を輩出。この強化計画は2006年の世界選手権の優勝という形で実を結んだ。彼らはいわばスペインバスケットボールの黄金世代であり、カルデロンもその黄金世代の一員である。ジュニア時代は1998年のミュンヘンジュニア、国際大会、バルナジュニア、欧州選手権優勝で優勝。2001年、日本で開催されたヤングメン世界選手権では5位に入った。2002年にはスペイン代表に招集され、この年のインディアナポリス世界選手権では5位。翌2003年には欧州選手権で準優勝を飾った。アテネオリンピックではキャプテンとして出場した。そして2006年、日本で開催された世界選手権ではガソル、ガルバホサラと共にスペインを初優勝に導いた。ギリシャ代表を下した決勝では17得点を挙げた。2008年北京オリンピックで銀メダルを獲得した。レギュラーシーズンプレーオフ堅実なゲームメイクが売りの司令塔。その姿勢は数字にも表れており、フィールドゴール成功率、スリーポイントシュート成功率は共に高水準を維持している。2007から08シーズンに記録した平均 8.1 アシストに対する平均 1.5 ターンオーバーは特筆に値する。スリーポイントシュートを成功させた時に両手の指で丸を作るパフォーマンスがファンの人気を呼んでいる。バスカットボールレフレンスハット basket_ball-ref_enche.com ありがとうございます。